ちは、学長ラウンジ。今日はですね、学校の中にこうそびえ立つこの文化財保存修復研究センターっていうところに来ました。ここはですね、ちょっと特殊な機材とかいっぱいある場所で、一般の学生があんまり出入りするようなところではないんですね。で、歴史遺産学科と、文化財保存修復学科が使っている、研究所ですね。ここをちょっと中覗いてみたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ入ってみましょう。文化財保存修復学科の、保存科学がご専門の米村先生にお話を伺います。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕もあんまり入ったことない施設なんで、多分初めて見るものばっかりと思うんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい。じゃあすごい施設ということをお聞きしてますけど、はい、どっちからいきましょうか。今日はじゃあここのですね、レントゲン撮影をするんですね、はい、X 線撮影室からご覧になって。 X 線撮影室って書いてます、はい、こちらですね。はい、まあお医者さんで、もう言うですね、うん、最初に調査をしますよね、うんうんうん、どこが骨折れちゃったとか、ね、はい、そういうのも見るために文化財も同じようにまず、やってきて最初にいろんな調査をするんですけども、うんうん、その一環として、中がどうなって、どんな構造をしているのか。大体仏像が多いんですか。あ、仏像以外にも、はい、絵画作品、絵画作品も中を調べるために X 線撮るんですね。はい、撮ります。じゃあとりあえずまず患者さんというか、はい、美術品や、はい、その歴史的なものが来ると、はい、ここで一回見るんですね。はい、分かりましたね。ちょっと入ってみます。はい、どうぞ。はい、です。はい、先生どうぞどうぞ。こんにちは。よろしくお願いします。はい。大学院。はい。あ、大学院生の川島さんと佐藤さんと、はい、4年生の佐藤さんですね。佐藤さん、よろしくお願いします。はい、すみません。よろしくお願いします。普段はマスクしてるんですか、この部屋は。あ、そんなことないですね。白衣なんで、マスクと似合いすぎてるんで、ね、普段からしてるのかなと、はい、そうなんですね。今日はじゃあ、うん、コロナということで。はい、コロナということで。はい、もうここから X 線ですよね。はい。はい、行ってみますか。はい、どうぞどうぞ。じゃあ先生、ここはですね、ご説明を。はい、実際の撮影はこちらの奥の部屋が、いわゆる管理区域ということになっていて、はいはい、X 線はこの中で、出します、うんうん、でどうぞどうぞこちら入っていただいて。いいですか、僕入って、はいはい、大丈夫です。なんか押さないでくださいね、スイッチ、はいはい、今機械ワンワン言ってますけれども、はい、これ鉄の、はいはい、板にさらに鉛をかぶせてありますの で、はい、この中からX 線が出ることは絶対にないので、うんうん、でこの部屋はその撮影の専門の部屋なんですけども、はい、まあ、この部屋自体も日本の大学で一番大きい、実は。なるほど。X 線の部屋なんです。すごい大きなものをレントゲンが撮れるんですね。そうですね。はい、カメラはこれ。から、はい、カメラというか、はい。ここから X 線が今横にしてこう出てますね。場合によってはこれを下向きにして下で撮るということもあ、なるほど。で今ここに患者さんが。はい。はい、このこれから修復する仏像ですね。はい、前方寺の五百羅漢像の一体ですね。五百羅漢像ですね、はいはい、これ今500体ね、はい、まあ、500体ちょっと超えてましたっけ。そうです。これからずっとね、もうすでに何年も修復してるんですけど、はい、ずっと修復し続けるものですね。そうですね、はい、私が引退するまで終わるかどうか。あ、そうですか。もうそんな、なんで必ず学生この修復も関わる、はい、ことになりますので、はい、今修復の時の調査の時にこう、まあ、X 線撮りますよ。それ以外にも、うん、これ使われてる今青とか赤とか絵の具にありますよね、はい、でこういう色彩が何かっていうのも今調べてるところなんですよ、はい、でもレントゲンで見えるのは中の構造ですか。はい、中の構造なんですけど、実はこの使われてる絵の具の種類によっても、はい、X 線の撮り方が違うので。あ、そうなんですか、はい、それは大体分かるんですか。表面で模様がちゃんと出てきます。なんか撮ったものってございます？あ、あります、あります、はいはいはい、例えばこういうふうに撮ったやつはですね、はい、こんなふうにして見えますね。これは全然違うタイプの仏像ですけど、小さいの仏像ですと、はい、撮れます、はい、そうすると、まあ、
こういう中が部材で分かれている様子とかですね、はいはい、こう首が刺してますよね、はい、で中こうちょっと暗いのは内側をくり抜いてる様子なんかも分かります。これでくり抜いてることが分かるんですね、はい、空洞だということが、はい、あとこう彩色も見えますよね。あ、本当だ、ね、見えますね。で例えばこういうのはあの X 線が通りにくい絵の具を使ってるとこういうふうに見えてくる、ね、なるほど。彼女は何をしてるか。彼女はあの実は学生なんですけども、はい、あの X 線の作業主任者の資格を持ってるんですよ。あ、そうなんですね、はい、大学院生ですもんね。はい、はい、ちゃんと試験を受けて、はい、それはそれはあの資格を持ってる学生にはこれを実際にオペレートしていいということです、うん、難しかったですか、資格。そうですね、普段やらない勉強をしてして。あ、そうなんですか、うん、でもなんか役に立てばいいですけど、ね、それがね、はい、じゃあここの、ね、この機材をいじる、はい、あのなんていうか、まあ、免許を持ってるみたいですね。わ、はい、ね、はい、かりました。ありがとうございました、うん、どうも。じゃあ先生、次はこのお部屋ですね。はい。歴史遺産ですね、はい。この建物は2つの学科が入っていると。歴史遺産学科と保存修復学科ですね。はい、こんにちは、どうも。よろしくお願いします。どうぞ。歴史遺産学科の青野先生です。青野です。すいません、お忙しいところ。よろしくお願いします。ちょっとこの部屋も僕ちゃんと入ったことないですけど、ここに入ります、はい、はい、どうぞご覧ください。すごいですね、これね。そうですね、これは学生が作ったあの土器なんですけどね。火炎土器ですよね。火炎もそうです、縄文土器、弥生土器、いろいろありますね。これ何ですか、当時の方法で作るんですか。そうです、うん、和積みという方法で作って、はい、で作るだけじゃなくて、はい、ちゃんとこれを使うんですよね。あの中に米を入れて米を炊くとか、うんうん、はいはい、汁物を作って、うん、でそれであの焦げとかすすとかの観察をして、うん、当時どういうふうに使ってたのかっていう実験考古学っていうのをやるんですよね。それはあれですか、あのそうすると大体データとこう照合すれば、はい、なんとなくその土器が出土した土器を推察する時の知識になるわけですか、はい、そうなんです。ドロドロしたものを食べていたのか、うん、サラサラしたシチューのようなものを食べてたのかっていうようなことが分かるんですよね、うんうん、なるほどね、うん、これ東北でどんどんまだ出るんですか、火炎土器って。あ、新潟の方なんかだとたくさん出ますし、はい、あの火炎土器じゃなくても縄文時代の土器は当然、縄文の土器が出るんですか、はいはい、あの山形はたくさん出ます。あそこ白竜湖のあたりとかもすごい出るんですか。ありますね、うん、はい、そこから出るのも縄文土器ですか。縄文土器ありますね。なんかあの辺でっかい縄文のコミュニティがあったって話ですけど、なんかそういう研究進んでるんですか。そうですね、うん、あの辺りはその水が豊富なので、うんうん、でその、水を利用して長いこと住んでたっていうことですね。なんか湿地帯みたいになってますね。そうですね、はい、で湿地だといろんなものが残るんですよね、まあ、はあ、はあ、はい、こういうのはどこから出たんですか。これはたまたま去年は北海道で発掘調査をしたので、北海道の2000年前の遺跡で出てきたものです。これ顎の骨ですよね。そうです、あの人の骨ですね。これは俗縄文人の人骨です。立派な奥歯ですね。でこれも学生が掘ったんですか。そうです、あのフィールドワークで2年生3年生が授業でやりますの で、うん、で自分たちで発掘調査して洗って今ここに置いてあるんです。これは何、当たり外れが 4年間勉強してて一つも、はい、当てられない人もいるんですか。まあ中にはいるでしょうね。でもまあ大体あのいい石を掘りますので。あ、そうですか、はい、これもすごいですね。これはすごいですよ。これはもう2000年前の人が作った矢尻ですけど、うん、この形の綺麗さですね、これこだわって作ってるんです。おお、すごいね、うん、怖いね。どうぞ触ってみてください。いや、はい、本当にうわ、これも折れそうな、うん、粘土で作ったレプリカじゃなくて石を削ったもの、はい、それは結岩という石を割って作ってるんですよね。破片のような、はい、こんな細く、うん、これは中子といってそこの先にそうです、ね、絵がつくんですよね。これもこれはですね、うん、森というあのこれはすごいですよ、重要文化財級なんですけど、うん、ここの先に大きい矢尻のようなものがついて、うん、でこれはあのクジラを突き刺したりオットセイを取ったりする時の銛という道具ですね。はいはい、今でも銛ってありますけど、はいはい、これ骨でできてるんですか。そうですね、鹿の角です。匂いするんですか。するかもしれませんが。うん、なんかヒマラヤのお土産で骨でできたなんかね道具をもらったことあるんですけど、ずっと匂ってました、はい、そうですか、はい、
あの鹿の、あの角でできた釣り針っていうのはそういう匂いがあるんで寄ってくるんじゃないかっていう説があります、ね、あると思いますよ、はい、骨匂う骨ありますよね、すごい、はい、面白いですね。これもすごいですね。これはですね、学生たちが発掘したものを洗って、うん、で図面にしてるんですよね。でこれは魚拓みたいに、はい、こっちに墨を塗るんですか？あ、じゃないんです。これの上に画線紙を、この紙を貼って水をつけて、はい、どうぞ。薄いんですね。あ、本当だ本当だ。で、それの上に墨を塗るので、うん、この土器は汚れないんです。なんか写真よりも立体感が出ますね。はい、模様も綺麗に浮き出るので。すごいな。これ何年生ぐらいでやるんですか？これは2年生の授業でやります。で、さらにこれを、ね、うん、あの断面をちゃんと実測をして、はい、イラストレーターやフォトショップで加工してトレースまでするんです。デジタルデータにするんですね、はい、これで歴史のことを勉強しながら、はい、実際こういうものを掘っていくんだ。そうですね、歴史のことを勉強してそれを生かしたその就職先ということになると、うん、あの埋蔵文化財の専門職ってことになるんですが、うんうんうん、それには絶対必要な技術スキルなんですよ。あ、そうなんですか、はい、もう2年でやるんですね、これね。やります。へえ、びっくり。はい、ところでですね、はい、こういう、まあ、すごいレントゲンの機材があったり、はい、X 線のなんかこういろんな複雑な機材がいろいろあるような施設ですけど、はい、こういう保存修復センターの施設っていうのはあんまり大学にはないとお聞きしたんですけど、うん、そうですね、うん、日本にはここだけですね。大学でこんな施設持ってるのはここだけです、はい、もうで東北で何か調べたいと思ったらここに持ってくるのが一番早いです。あ、それはあると思いますね、はい、そうかそうか、これだけね、1個の建物ですもんね、はい、大学の中でなんかここだけ特別じゃないですか、あの貴重な重要文化財がやってきて、はい、それの修復やってる時とかってセキュリティがすごいし、はい、そうですね、ここだけなんかすごく、はい、あのプロの研究の人も多いし、なんか学校の中にあるけれど、はい、なんか世界中の仕事やってるような施設に見えますけど、はい、そうですね、なんかね、大きな大学でこうあるところで掘って別の建物に行って調査するとかって、うん、そういうことをしなくてもこの建物であるっていうのを完結できるっていうのも、うんうん、あの我々研究する側にもいいですし、はい、その物とか資料にとっても安全性が高いかなと。なるほど ね、移動させないでいいからリスクが減りますよね、はい、だから美術品もそうだし、こういう発掘したものとか、はい、考古学的な何貴重な資料を調べるとか、はい、そうですね、そういうことで2つの学科がこの施設を共有されている。はい、わかりました、ありがとうございます。どうも。いい